皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は良い睡眠で勉強の質を上げるというタイトルでお話します。この内容が私が以前受けた研修の内容を動画にまとめたものです。まず最初に、睡眠不足だとこんなところが良くないよ。次に睡眠の種類とその役割、最後に睡眠の質を上げる食べ物、この順番でお話を進めていきます。まず理想の睡眠時間ということで、中学生にアンケートを取りました。中学生の考える理想の睡眠時間、多い方から8時間と答えた生徒が 31%、 次に9時間と答えた生徒が 27%、 こういう割合でした。これ実際いろいろな研究で示されている数値が8から10時間ですから、ほぼ研究で示されている数値と一致していると、行っていました。で、睡眠不足良くない、どんなところが良くないかというと、まず眠たい状態で学校だったら授業を受けるので思考力が低下している、だからミスが多くなる。それから寝不足でアドレナリンですね、アドレナリン、この分泌が多くなってイライラしたり不安な気持ちになったりするんですね。そして睡眠不足だと脳が情報の整理を十分できない、だから勉強の内容、これを覚えきれない、こんな風になってしまいます。では次は睡眠の種類とその役割についてお話します。睡眠の種類は2つあります。浅い眠り、これをレム睡眠といって、深い眠り、こちらをノンレム睡眠と言います。寝ている時はこのレム睡眠とノンレム睡眠、これは繰り返されている状態です。で、それぞれ、睡眠には役割があって、レム睡眠の時には脳を休めて、ノンレム睡眠の時には体を休めていると。十分な睡眠が取れないと脳も体も疲れたままだということになってしまいます。2つ目です。人は睡眠時に記憶を定着させる、これは聞いた人も多いと思います。レム睡眠の時には知識や事実、ノンレム睡眠の時には体で覚えたこと、これが定着します。体で覚えたことというのはスポーツなんかの体の動かし方ですね、どう動かしたらいいかと、こういうことが定着するわけです。この定着なんですけれど、ノンレム睡眠とレム睡眠の繰り返し、この繰り返しが必要になります。この繰り返しが不十分だと記憶、どちらもね、脳で覚えたもの、体を動かし方、どちらも定着しない、こういう状態になっちゃうんですね。それから3つ目、これも大切です。眠り始めの深い眠り、これは嫌な記憶を消してくれる、こういう役割があるんですね。ですから睡眠が足りなくて最初の深い眠りが十分取れないと嫌なことがずっと頭の中に残っちゃう、こういう状態になってしまいます。睡眠を高める食事、朝食にはチーズとか牛乳、納豆、豆腐、バナナなど、こういうものがいいそうです。これらの食材にはトリプトファンというアミノ酸が含まれていて、睡眠の質を高めるメラトニン、この材料になります。そして夕食には肉類とかホタテ、カニ、エビ、イカなどがいいと、こう教えてもらいました。こちらにはグリシンというアミノ酸が疲れをとって睡眠の質を高めてくれると、こういう効果があるということです。ここには野菜類入っていないんですよね。でも繊維質大切なので、これだけ取ればいいということじゃなくて、しっかり、ね、繊維質、野菜類も取ってください。さらに付け加えていくと、その他として勉強中だったら、ね、コーヒーとか紅茶、緑茶、ココアなど、ね、眠くなったら飲んでみてください。こちらにはカフェインが入っていて、これが目を覚ましたり集中力を高める効果があります。でも飲んですぐ効果があるわけじゃなくて、飲んでから効果が出るのは30分後くらいですね。そしてその効果は、約1時間から2時間続きますので、勉強中眠くなりそうだったらぜひ、こういう飲み物を飲んでみてください。今回は良い睡眠で勉強の質を上げるというタイトルで、睡眠不足になるとこういう悪いことがあるよっていうことと、睡眠の種類と、その睡眠の働き、さらに、睡眠の質を高める食事、これについてお話ししました。
今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。